はいみなさんこんにちは、スーパーネコバンジーです。今日も、えー、デスニー2の、まあ、デスニー2じゃないな、デスニーからデスニー2のストーリー動画やっていきたいと思います。えー、前回ですね、ハイブの誕生の話をしたんですけれども、えー、そちらが大盛況でございまして、えー、300いいねあったら次作るよとか言ってたんですけども、もうなんか1000いいね近くあるんで、えーえー、急遽作ることにしました。あのー、正直、デスニーの第一章というか、 その物語の始まりは基本的に、えー、ガーディアンがゴーストに蘇生されるところから始まるんだけどそこに行き着くまでがすごい長いんですねだからそこまでが序章っていうことになるんで前回が序章その1で今回が序章その2っていう感じで、えー、お伝えしていきたいと思います、まあ、その何まで行くのか分かんないんだけど、えー、かなり長いんですけれどもかなり大事な部分でもあるんで、えー、ちょっとねゆっくり話していきたいと思います前回のおさらいになるんですけどもちょっと絵で説明していきます、まあ、前回要はこのね 大きなファンダメント。えー、ファンダメントの、えー、核のところに、コアのところに、三姉妹がニードルという、まあ、針っていうね、船で向かいます。で、途中で、リバイアさんに会って、リバイアさんトラベラーの使徒である。リバイアさんに会って、行くんじゃねえよー止められるんだけど、無視して行く。そして、三体の虫神はい。三体じゃない、五体の虫神と、えー、契約をして、 新しい種族のハイブの神、まだ、あ、ハイブの3人のリーダーとして、地、えー、表に戻っていきます。ここで、ね、ちょっとね、追加情報なんですけども、実は、この、リバイアさんに会う直前ですね、えー、ここで、えー、彼女たち3人は、自分たちのね、故郷に、この作望っていう、その月が特別な並びになって、 大きな津波を起こしてしまう。まあ、僕はこの前月の波って言ってたんだけど、え、優秀の書では、え、神の大波って言ってるんですけどもね。その、要は作望、この並んでしまうことが起きてしまうのを感じます。それがだから、え、リバイアさんに会う直前ですね。ここで作望が起きてしまう。そのなんで、どうやって分かったかっていうと、その地殻変動を感じたんですね。だから、ゴゴゴゴゴーみたいな。え、そういう、ね、感じたらしいです。ゴゴゴゴ で、えー、虫の神と契約して、えー、地表に戻って、そして、えー、優秀の書でね、こういったことを言っています。ここですね、時間軸、リバヤさんに会う直前に、作望は本当だった、と、サソナがひっそり言った。始まってしまった。はい。そして、時間軸、陸に戻って、えー、まあオズミアンコートとか、オズミアムコートかな、と、あと、ヘリウムドリンカーとかもね、そこら辺はまあ制圧した後に、え作、ー、望が終わったと。神の大波が2年以内に襲ってくるだろうと言っています。 だから、この作望っていうのは、要は、ちょっとね、猶予があるんですね。こういうふうに、まあ、月で、月が並んだことで、52個の月が並んだことで、こう、森となって、森となって、この月たちがね、また、元の軌道に戻った後に、えー、この森となったのが、また、えー、神の大波となって、その、ファンダメントのね、ここら辺に生息している、多数の文明をね、こう、陸があってね、多数の文明を、えー、全部、この大波が潰してしまう。これが起きるまで、二年、2年間、 の、猶予がある。ということです。はい。だからまだちょっと時間があるっていうことですよね。あと一つ補足情報なんですけれども、えー、僕ね、前からその、このファンダメントのことを、ファンダメント、ファンダメントって呼んでたんだけど、えー、この優秀の書の公式の、えー、翻訳だと、境地って呼んでるみたいですね。 なんか、故郷の地みたいな感じで。まあでも今回僕はもうファンダメントって呼んだ方が自分でも分かりやすいんで、えー、ファンダメントと言っています。だから優秀な章を読む人は、えー、境地イコールファンダメントなんだよっていうのを覚えておいてください。はい。で、今回のテーマとしては、進撃の背部、征服と破壊の旅、行ってみたいと思います。まずはですね、虫神の思惑ですね。えー、彼らが考えていることは、まずファンダメントというこのね、 ガスでできた惑星。ここから大気圏外に出ること。要は外宇宙に行くことが目的であります。だからこのファンダメントの惑星からま出ていくことがまず最初の目的ですね。だから虫神はこのハイブの三兄弟にこう伝っます、えー。この星には、このファンダメントにはね、511種の種族が進んでいると。まあ相当でかいんですね、本当に。だからそのうちの一つでも大気圏を脱出する方法があるだろうみたいなことを言ってたんですね。まあこれは虫神が望んでいること。 アウリックス三姉妹が今望んでいることは、もちろんそのもうヘリウムドリンカーとか、あとオズミアムコートとかを取り戻したんですけども、えー、今度はね、タオックスですね。 彼女たちの国を裏切ったタオックスを殺そうとします。要はその復讐しようとするんですね。で、タオックスはどこに行ったかっていうと、えー、反乱軍と一緒にカハンアトールっていうところに逃げたみたいですね。そこでそのハイブたちに立ち向かおうと他の種族と集結して戦おうとしていると。で、その当時同時にリバイアさんは何していたかっていうと、 えー、要は、ハイブ、要は、虫神と契約してしまった、この新しい危険な種族、ハイブを、このファンダメントに閉じ込めるために、船とか、えー、エンジンとか、要は、外宇宙、大気圏を脱出できる手法を必死に壊してます。リバヤさん。面白いですね。その結果として、えー、虫神は、こういった結論になります。船を作れなければ、船になればいい。どういうことだろうめちゃくちゃなんかイケメンが、何か言っている感じがするんですけども、ちょっとわけわかんないよね。 彼女が作れないなら、彼女になればいい、みたいな。そんな感じなんですけど、まあ意味がわからないですねえ。どういうことかっていうと、このカハーンの取り出にいる、要はこのファンダメントの種族を全員始末しろって言ってるんですね。で、え、なんで殺してどうすんの別にそこに多分船があるわけでもないんですよ。でも、その、虫神ってどうやら、殺すこと、要は殺戮とか暴力とか、そういった行為から力を得ることができるみたいで、 えー、その、お前たちだから、ここでね、言ってるのは、過半の砦を圧倒して全員始末しろ。その、働きを通して、お前たちの働きを通して、我々は空間を引き裂き、軌道、要はその、外宇宙ですね。軌道へ出るために必要な論理を手に入れろ。論理を手に入れようって言ってるんです。もう、めちゃくちゃですね。こいつら。だから、虫神の原動力っていうのは、その力っていうのは、そういう、征服とか、暴力とか、えー、そういうものから生まれるらしく、 えー、だからその力を貯めて、えー、おそらく空間を引き裂いで、だから、まあ、船になるってそういう意味なんだよね。だから外に出る方法、まあ、ワープかなんかわからないけど、えー、そういった方法で外の月に多分飛ぶみたいな、そんな感じのことを言っています。はい。で、結果、それをやって、ハイブはファンダメントのその惑星から出ることに成功します。はい。すごいよね。とんでもねえよ、虫神マジで。はい、ちょっとね、ここで絵を挟みましょう。えっ、ー、と、こんな感じかな。ファンダメントっていうね。 ファンダメントっていう惑星があって、ここからハイブたちが出るんですね。で、えー、どこに出るかっていうと、月。月です。ファンダメントの月。まあ、52個は書けないから、適当に書くけど、まあ、こんな感じだよね。月っていっぱいあるんだろうね。はい。で、その一つに行くっていう感じだと思います。で、えー、面白いのが、実は、その中の一つにタオクスが、はい、タオクスがね、逃げてます。 この赤い星が、え、タオクスが逃げ込んだ星ですね。うん、まあ、星っていうか月ですね。で、この中にね、もう一個ね、大事な月があって、これ後で説明するけど、はい、青いやつ。そしてもう一個。はい、こんな感じ。はい、ちょっとね、分かりやすくしたんだけど、じゃあハイブは今ね、ここに進軍したよね。ハイブ、ここいるね。ハイブさん、ここいます。で、実はこの月の上に生息している、えー、種族がいます。それが、えー、アンモナイトというんですね。 で、アンモナイトっていうのはね、えー、見た目は、タコ。まあ、アンモナイトみたいなのかもしんないけど、まあ、タコみたいな感じですね。だから、見た目はこんな感じ。まあ、ザ・異星人みたいな感じじゃないザ・エイリアンみたいな感じだと思うんだけど、アンモナイトっぽいなんか殻がついてたかもしんないけど、そこら辺はご想像にお任せします。6本足だね。これ8本足だけど、6本足の、えー、知性が高い生物だったみたいです。で、彼らは、この月全部に住んでました。この月全部。52個全部に住んでました。 で、彼らが特徴的なのは、トラベラーに加護されていたんですね。で、トラベラー、実は、えー、この月に潜んでいます。というか、えー、最初から言ってた52個月があったって言ったけど、トラベラーは53個目の月だったんですね。で、このアンモナイトを加護することで、彼らにね、高度な、えー、大気圏外移動技術ですね。なんか、要は宇宙船とか作る技術。そして、えー、超因果率技術。 字で言うとこれだね。超因果率技術。この字なんだけど。超因果率技術。要は、えー、因果率っていうのは、えー、理由があって結果があるっていう、そういった、まあ、法則。それを超えてしまうような技術を、えー、トラベラーから授かった。だからもう超越している技術ですね。すごいオーバーテクノロジー。 その因果率を壊してしまうっていうか、因果率を超えるような技術ですね。まあ、すごい技術っていうことでいいんだけど、まあ頭悪そうだけどね、このすごい技術って何やねんみたいな。はい。ファンダメントにある52の月すべてに広まったそうです。だからまあ、月から月へとね、そう移動できるからね。彼らはトラベラーを崇拝し、深く尊敬していたっていう感じですかね。崇形かな崇拝っていうか、崇形ですね。崇形。 えー、その弟子であるリヴァイアさんも同様に、えー、崇めていたそうです。だからすごいね、えー、感謝していたんでしょうね。で、アンモナイトは、このね、えー、52個の月に存在するアンモナイトは、アンモナイト人工衛星総会により治められ、軍隊はラフリート帝徳という英雄によって、えー、引き入れられていたそうです。だからすごいもを人間以上に組織力がある、えー、知性の高い、えー、エイリアンだと思ってください。 で、えー、エキメっていう他のね、まあ、後で出てくるんだけど、他のエイリアン、まあ、他の成人とも、えー、連絡は取っていたそうです。はい。まずはこんな感じですね。はい。だから、まあ、さっき説明した内容だけど、このアンモナイトね、この、俺の下手くそな絵はちょっと、どけようか。邪魔や。<laughs> これは邪魔や。これがトラベラーとしましょう。トラベラーね。これトラベラー。で、えー、ハイブ。で、これがアンモナイトの、まあ、その、首都としましょう。 ね、ここ住んでたと。で、ドラベラードの加護を受けて、うわーって加護を受けて、<laughs> アンモナイトたちは、いろんなね、こう、このすべての月に行くことができたと。で、繁栄したって感じですね。はい。で、えー、ハイブは月から月へとこう進軍してきたそうです。はい。こんな感じ。で、ここですごい面白いことが発覚します。それがね、ここですね。はい、実はね、 先ほど言ったように、53個目の月が存在した。それがトラベラーだった。そして、作謀を起こしていたその正体というのは、なんとその53個目の月であるトラベラーだったんですね。この我々の機関は、これは優秀の書の中の、えー、一文なんですけども、我々の機関、これ虫神が話しています。我々の機関は、えー、ファンダメントの軌道に53個目の月を検知した。それがトラベラーだ。天空の神聖なる存在。何が作謀を 発生させたのか、ようやく分かった。はい。これ結構衝撃だよね。俺結構衝撃だった。マジかみたいな。で、なんでじゃあトラベラーは、作望を発生させてたのってみんな思うよね。トラベラーってなんかいいやつじゃないのなんでそんな悪いことするのって思う人結構いると思うんですけども。要はトラベラーは何をしたかったかっていうと、ファンダメントのね、ファンダメントの中心に、虫神が5匹ここに封印されているか、まあ、留められているわけじゃないですか。 で、まあ、コアがあって、コアの近くだと思うんだけど。リァイヤさんが、それを、まあ、出てこないように見守っているといか、制圧していると。ここから出ないように守っている。この状態。でも、虫神は、えー、まあ、その幼虫とかをね、流したりとか、いろんなことをして、ね、で、例えばまあ、いろんな惑星をわざとファンダメントに多分落としたりしてたんですよね。何らかの力を使ってやってたと思うんですけども、そんなことをして、いろんな種族をファンダメントに反映させていったんですね。こういうふうに。で、 何かチャンスがあれば、こいつらが、まあ俺たちに行き着いて、要は今回みたいに、こういう風にね、三姉妹が来たように、こう俺たちに行き着いて契約をして、で、ここから抜け出す手伝いをしてくれるだろうと。まあこの惑星時代から抜け出す手伝いをしてくれるだろうと思ったんですね。ここ契約して抜け出したい。でもトラベラーはこいつらをここに留めたい。 ね。トラベラーは、こいつらを、ここに留めたい。だから結局、だから、作法を起こすことによって、ある意味、その、虫神を、ここから逃がしてしまうリスクがある文明、それらを、え、一掃したかったんですね。はい。作法を起こして、え、波を起こすことによって、これらのね、危険な文明、まあ、要は、虫神を逃がす可能性がある文明を全部潰していくと。数年に一回。まあ、数百年に一回かな。うん、そんな感じですね。で、じゃあ、これって誰が悪いのって言ったら、 元はといえばトラベラーがここに封じ込めていたんだけど、でも、これらの惑星は文明をここに引き寄せて、ね、墜落させて、えー、ここで虫神の手伝いをさせようとしているのは虫神ですよ。だから、星を落としているのは、えー、虫神ですよね。トラベラーはそこに留めようとしている。で、仕方なく、このね、文明を潰していたと、とってもいいし、まあでも、結局、ハイブ、まあ、プロトハイブたち、その他511の種族かな、ぶっちゃけ被害者っすよね。 だから、トラベラー対暗黒の戦いに巻き込まれた被害者みたいな感じ。で、ハイブからしたら、本当に選択はなかったんですよね。その、もう、さっき三姉妹がね、言ったように三姉妹がこの、地底深くに、地底じゃないな、海底深くに行った時に、もう途中でもう作法起きちゃったから、正直もう契約するしかなかったと思います。 で、戻ってきて、この星から脱出するか、どうにかするか、しかなかったと思うんで、本当に、まあ、ある意味被害者ですよね。すごい悲しいストーリーでもあります。はい。はい。結構衝撃だったと思うんですけど。はい。こんな感じですね。だから、トラベラーと虫神の、まあ、強いて言うなら暗黒との戦いですね。で、この53個目の月がトラベラーで、作望を起こして、神の大波を起こしていたのもトラベラー。そういうことになります。結構面白くなってきたね。はい。そして次に何が起こるか。 最初ですね、アンモナイトの軍に、えー、結構、アウリックスたちは圧倒されます。アンモナイトのさっき言ったこの、なんだっけ、名前、えー、なんとか評議会、人工衛星総会のラフリート提督、この人がすごい強者で、あの、軍略に長けてるんですね。すごい英雄なんですよ。で、その人たちに、まあ、その人たちが、その軍隊に、えー、アウリックスたち、ハイブは圧倒されます。で、押し込められるんですね。えー、6個目の月かなみたいな感じのことを言ってたんだけど。で、その結果として、 アンモナイトと交渉しようとするんですよ、アウリックス実は。これって今のさ、オリックスからしたら考えられないよね。で、結果としてどうなるかっていうと、えー、実は、サバスンに裏切られて、アウリックスは殺されます。これとんでもない話だよね、また。はい、ちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね。獲物としての命。何をやっているこれ虫神が話しています。お前の力はその程度か獲物として生まれ、野獣に食われて死ぬがお前の運命か アウリックスは決意を固めきれず我々を壊滅の危機にさらした。クロマークイドラフリーと率いる簡単、えー、に圧倒され、6番目の月まで追い込まれた。我々はまた世界の核へと掘り下がることで生きながら得ることになった。みたいなことを言ってます。で、サバスン。これで、虫がね、えー、そそのかしてますね、サバスンの。アウリックスの緊張の意図をほぐしてくれ。平和と安定という理想にしがみつくと、心を病むことになると教えてやれ。 我々の公平な宇宙との間に立ちはだかる残忍で不当な障害物だ。まあ何言ってるかっていうと、平和とか安定とかは嘘だぞと。えー、ただのまやかしだと言ってるんですよ。だからもう戦え戦え戦えみたいな、殺せみたいなことを言っています。はい。で、えー、それに、そそのかされてサバスンはなんと、アウリクスを殺します。はい。で、アウリクスは死ぬんですけども、前回言ったように、そのアセンダントハイブ、要は上位のハイブって、 死んでも自分の玉座の世界、要は精神世界みたいなところに閉じこもって、しばらくしたらまた復活することができるんですね。だからアオリックスは完全には死んでません。ただ肉体を失って精神世界に追い込まれて、で、しばらくしないと復活できないみたいな感じです。で、そこで反省してます。サバスンに殺されて、要は隙をつかれたわけじゃないですか。だからアオリックスはそこでまあ、ある意味ちょっとね、一回休みみたいになるんですね。で、その間にサバスン、実はその、もともとアンモナイトとアオリックスは、 交渉しようとして、ある月に確かね、えー、まあ中立として行こうとしていたんですね。中立の立場として、えー、交渉しようと。おそらくタオックスを引き渡してくれみたいな、そんな話だったと思うんですけども、えー、結果としてサバス何をするかっていうと、アウリックスの代わりに行って、えー、その中立の、まあ交渉の場であるところにいる、えー、そのアンモナイトの人たちを全員、独えー、毒殺します。はい。はい、終わりみたいな。はい。それがこちらですね。 えっと、お前がアンモナイト人工衛星総会に行ったことを覚えているか我々は中立の場所で交渉する。サバスンの魔女たちが完全に中立にしてくれた。生き物が再びその場所を掌握することはない。乾いた月の周りの空間には腐敗による悪臭が漂っている。要はる皆殺しにしたんですね。はい。 まあ、結局、毒殺されちゃうんだけど、で、一つね、さっき言い忘れてたのが、アンモナイトって、この、まあ、因果率を超越する、えー、兵器を使うって言ってたじゃない。あれ、多分もう本当にすごい武器なのね。それで、ハイブは圧倒されてたんですね。で、結局、どうなるかっていうと、まあ、あもう結果から言いますけれども、この絵ですね。こっちの方で説明しょう。これ結構難しい話なんだけどね。えー、アウリックス。アウリックスね、一回死ぬよね。一回休みになりますね。で、玉座の世界にいる間に、 サーバス姉さんが、えー、ここの、まあ、中立で行くはずだった、えー、月に、アンモナイトと交渉に行くはずだった場所に行って、ね。で、えー、殺してしまうと。で、まあ、これによって、まあ、全面戦争みたいになったんですけども、まあ、結局中立、まあ、その交渉の余地なしと。で、その間に、アウリックスは復活します。はい。復活。復活します。で、どうなったかっていうと、アウリックスの復活と変身。 残っていた善意と同情心をすべて捨て完全な暴君として降臨しました。はい。要は自分のその慈悲とかそういった感情の隙のせいでサーバスに殺されたと。まあ価値観がね、えー、どんどん固まっていくんですね。弱肉強食。強さこそすべて。えー、隙を突かれるような王は王ではないみたいな感じで、えー、本当のね、今の知っている、みんなが知っているオリックスに似た感じになってくるんですね。そして、 えー、同時に、えー、虫神から新しい力を手に入れます。まあ魔術っていうか、まあ、そんな感じの力なんですけれども、えー、ちょっとね、因果率を超越するとまた違って、因果率を壊す、破壊するみたいな感じの、えー、力を手に入れます、えー。そしてハイブは進撃していきます。月から月へと、えー、進撃していき、その過程の中でリヴァイさんは、えー、アンモナイトの首都の月に逃げようとします。 だから、イバヤさんもおそらく、えー、月から月へと移動できたのかもしれないね。で、その時ラフリートたち、要はそのアンモナイト軍は、えー、その世代の英雄であり、アンモナイトで最強の戦士だ。艦隊の統率をの取れた素早い動きで、渋アラス、三姉妹のうちの一人、えー、戦の神を翻弄していた。だが、 神聖なるリバイアさんの守護に回ったために艦隊の動きが鈍り出した。これ多分まあ最終局面の話だと思うんですけども、だからリバイアさんが危機的状況になったから、えー、リバイアさんを保護して、えー、アンモナイトの首都の月に逃げようとしたんですね。助けてあげようとしたんだけど、まあ、結果としてリバイアさんは死んでしまいます。そして、その後にアンモナイトは全滅してしまいます。はい。残念ですね。はーい。 だから、絵で言うと、もう難しいね。もうごちゃ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 になってきたね、本当に。このハイブが、こう、月から月へとね、こう、進軍して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 、で、リバイアさん、もうここも全部もうハイブだらけになったんだろうね。で、リバイアさんはここから逃げようとしたんだね。えー、ここに行こうとしたと。宇宙を旅できるのかわかんないですけど。こう逃げようとしたんですね、ここに。で、えー、アンモナイト君は、これを助けようと。頑張ったと。一緒に、艦隊を連れて、保護しながら行ったんだけど、結局、 えー、ダメだったんですね。リバイアさん殺されてしまうんです。えー、それが優秀の書ではこちらになります。遠征軍、終わった。エールとユル、えー、虫神のうちの二人ですね。がリバイアさんの死骸をむさぼっている。渋荒らす、先進、戦神はクロマ相徳の動かなくなった死体のために聖堂を作った。はい。まあ、このクロマ相徳っていうのはさっき言ってたラフリートさんのことです。はい。 もう死んでしまいました。そして、えー、我々の下ではサバスの毒がアンモナイトの故郷の海を黒く染めている。まあ毒を撒いているんですね。そして、アンモナイトはもう全滅してしまいました。そして、トラベラーは逃げた。理解したか、オリックス。アンモナイトは現実世界のほんの一部、偽りの環境で存在していた自分たちを幸せと思い、優しい嘘と甘い儀典で囲い込んでいた。そして、我々は平和と善を愛し、何も傷つけることはないと豪語した。 奴らの黄金時代は疫病だ。生の信念を突き進めるために何もしなかった。己の世界に浸って安全でいることばかり求め、時間物質思考を燃やすだけだった。己を死から遠ざけて役立たずの安定に交代していった。宇宙を最終の完璧な形に削る手伝いができたというのに。はい。まあ、虫神のこの、ね。 理論っていうのかな。その、価値観、やばいですね。要は弱肉強食。殺せるものこそ生きるべきである。殺される方は生きる価値がない。そういった、えー、価値観を、えー、常にアウリックスたち三姉妹に、えー、伝えています。だから洗脳みたいなもんだよね。そして、ちなみに大事なところなんですけれども、ここでね、また面白いのが、トラベラーね、トラベラーさんね、あの、逃げるんですよ。ウィーンって逃げ、逃げていくんだけど、あの、また他の惑星に逃げていくんだけどね。実は、ええー、 三姉妹のね、父親の仇でもあるタオックス。この人も一緒に、まあトラベラと一緒かわかんないけど、逃げていきます。はい。ウィーンって、逃げていきます。そして、最終的にどうなるかっていうとね、はい、アンモナイトは全滅。で、トラベラは逃げたと。このね、アンモナイトの首都の月だった。ここちょっと消しちゃうね。このアンモナイトの、この首都だったこの月ですね。実は、えー、移動要塞でもあったんですね。だからハイブが、この移動要塞を使って、 皮肉なことにもこの移動要塞を使ってね。ハイブ。はい。ここにいますね。このハイブが、この移動要塞を使って、タオックスとトラベラーを追うことになります。皮肉なことにね、えー、敵のテクノロジーを手に入れてしまうんですね。そんな感じです。はい。なかなか長い話だったんだけど、まだまだ続きます。次に出てくる種族がね、まだまだあるんだけど、エキュメネ、ハーモニー、クグ、タイシベッチ、そしてカバルですね。で、ここにね、実は、どこかでベックスが初めて登場します。 だから皆さんね、あのー、やっとベックスが登場するんですね。えー、楽しみにしていてください。今回はちょっとここら辺で終わろうと思うんだけど、個人的にね、一番すごいショックだったのは、この53個目の月がトラベラーであって、作望を起こしていた正体がトラベラーだったっていうことですね。で、えー、本当にハイブっていう存在がいかに、まあ、悲しいか、まあ、優秀の書っていうね、本の名前の通り、すごいなんか悲しい種族ですよね。まあ、光と暗黒の戦いに巻き込まれた被害者、えー、そのものと。 そして、アウリックスのね、えー、変貌。まだ、良心とかね、そういう、同情心とか慈悲があった時代もあったんですよね。だから、すごいそこも悲しいですし、えー、少しずつ、このアウリックスとサバスンとシブアラスの価値観がどん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 虫神化されていく感じ。えー、で、実はですね、この、ハイブがこうやって進撃して、この、ファンダメントからね、えー、飛び出して、で外宇宙に、えー、進撃していく過程で、えー、ハイブ内でも、例えばこのアウリックスと、 サバスン、そして、えー、シブアラス、えー、常に殺し合っています。<laughs> あのー、あの、隙があるものが悪いと。これはアイデアみたいなことを言ってるんですけど、ちょっとそこだけ読んで、最後閉じたいと思います。はい、ここですね。あのー、もう、これを読んだら、えー、どれだけあいつらが怒りちまってんのかわかります。はい。はい、ここですね。このおさんの時代、アウリクス、サバスン、シブアラスとの間で戦争が起こった。サバスンは言った。兄、アウリクスよ。私の裏切りを許すな。 乾いた月。これはおそらく、え、アウリクスがサバスに殺されたところですね。えー、乾いた月で私がしたことに対し、復讐を遂げるがいい。そしてアウリクスはサバスに戦争を仕掛けた。深淵を叩いて、えー、その間に渋アラスが立ち入った。そしてこう言った。やめろ。さもなくば私がナンジラを倒す。戦争は私の得意分野。私はナンジラよりも強い。これが三人の崇拝の仕方だった。 二万年もの間、複数の月にわたって戦いを繰り広げ、もうガチですね。お互いの剣の空間の、えー、深海の平原で稲妻の城で戦った。そして死を迎える練習をするために、幾度もお互いの命を奪い合った。それが、お互いに対する愛だった。はい。これが、ハイブの神というものです。はい。行かれちゃってますね。この愛を、この全世界に届けよう。それがハイブの生き方です。 はい、素晴らしい世界ですね。はい。絶対嫌だな。だから、ここね、面白いのがね、どん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 後輩部はね、この先いくつもの文明をね、破壊して、まあ、前回言った通り300何の文明を破壊するんですね。で、最終的に行き着いたのが人類ということになります。で、その前にあったのが、まあ、フォールンですね。フォールンもそのうち出てきます。で、えー、だからそう考えたらさ、なんだろう。 因果率を超越した武器を持った、えー、なんだっけ、ハンモナイトでしょえー、とか、後々ね、いろんなそういうすごい武器を持った種族が出てくるんだけど、そいつら全部ハイブって殺してんだよね。でも、でもだよ。人類、地球に着いた時に、こう地球ちょっと書こうか。せっかくだから、俺たちの地球。こう、まあ、地球。まあ、地球っぽい感じでいいですかもう全然地球に見えないけど、まあ、地球としましょう。これ地球。だ要は太陽系に来たんですね。こいつらが。太陽系。 太陽系に来たんですね、ハイブがこう。で、太陽系のうちの一つの、この月にね、ハイブが来たんですけれども。えー、なんと俺たちのね、トラベラーがいる地球ですね。はい、ね、に来たんですけども、本当になんか、これだけの文明を破壊してきたのに、ハイブは、まあ、オリックス、我々ガーディアンが倒してしまってるんですよね。で、まあ、あオリックスのね、えー、息子であるクロータもね、倒しちゃって。だから、ある意味、まあ、光側からしたら大勝利ですよね、今までにない。だってさ、 因果率を超越した武器とか持ってる文明も倒しちゃったのよ。でも、ガーディアンっていう、この、まあ、新しい、まあ、光を授かった戦士たちによって、オリックスが倒されたり、黒田が倒されたりしてるわけですよ。だから、俺が考えるにはもしかして、あの、トラベラーこうやって何回も何回もさ、このハイブと戦ったりして、最適化を見つけちゃったんじゃないのかっていう。あ,あ、そうか、武器を渡すんじゃなくて、こういう、その、不老不死の戦士を生み出せばいいんだって <laughs>。 そういうなんか答えに行き着いたんじゃないかと。こんだから何、何万だよ、ね。何万というガーディアンっているのかなそう。ガーディアンっていう存在を生み出す。光の力を授かった戦士。これを、えー、生み出すことによって暗黒と、えー、まあ、対等に戦うことができるっていう、うん、答えを見つけたんじゃないのかなとか思っています。じゃないとね、だって正直さ、人類なんてもう文明、多分そのアンモナイトとか他の種族と比べても、もう雑魚じゃないですか。だって、 頑張って月に行けたぐらいだよ。だからさ、すごいなって思うんだよね。いや、地球人すごいわ。っていうか、トラベラーやっと正解見つけたのかなみたいな、えー、感じがしますけども。で、今ね、えー、まあ現在今起きてるストーリーとしては、この三角形のやつ。あいつらが来てますけどね。おそらくこいつらが暗黒だって思ってるんだけど、なぜか月にこの三角形の一体が残っていたっていう今お話なんですけども。で、えー、しかもなんか、ちょっと破壊されてたよね。 エリスモーンが言ってるのが、これは暗黒がわざと残していったのか。今みんなこいつのことをナイトメアって呼んでるけど、ナイトメア、ナイトメアって呼んでるよね。でも、正直これはわざと残していったのか、もしくはトラベラーと暗黒との戦いの中で、えー、まあ、不時着したというか、まあ墜落したのか、まあ、そこら辺はちょっとはっきり分かっていません。でも、今、本当に、えすごい疑問なのが、まあ、俺自身も疑問なのが、やっぱりこの、えー、ベックスですね。 ベックス。ベックスとハイブの裏にいるこの暗黒とのつながり。どういう関係なのかここは、ここが。ここが関係がわからない。で、そしてハイブとナイトメアの関係性もちょっとよくわからないですね。もしナイトメアが暗黒そのものだったら、ぶっちゃけさ、もっと協力的でもいいと思うし、そのナイトメアとハイブがもっと協力的でもいいと思うんだけど、そうでもなかったような気がするし、ちょっとそこら辺がわからないんですよね。 ね、やっぱり今一番謎なのはベックスの正体ですよね。ここが本当にわからないです。で、ちなみに次のストーリーでベックス一瞬だけ出てきます。そこに、えー、何らかのヒントが隠されているかもしれません。ということで今回ね、また序章になっちゃったんだけど、序章その2、ハイブの進撃、征服と破壊の旅という題でちょっと話してみましたが、 もし皆さんね、少しでも面白いと思ったら、いいねよろしくお願いします。次回はね、ちょっとこの進撃の後半、そして、えー、まあ、多分、フォールンとかカバルとかにもちょっと触れるかもしれません。そこら辺ね、えー、作っていきたいと思いますんで、もしよかったらいいね、そうだな、500いいね集まったら作ろうと思います。 はい。で、あとね、初心者ガイドね、今頑張って考えてますんで、もうちょっと待ってください。あと、レイドの攻略もやってるんで、えー、もうちょっとだけ時間ください。で、まあ、毎回言ってますけれども、これがね、えー、正解ではないので、ただ単に僕がちょっと、いろいろ読んだり調べたりして、見つけた、まあ、ストーリーを解説した感じなんで、えー、もしもっとね、えー、詳しく、もしくは正しく知っている方がいたら、コメント欄の方で、えー、みんなに教えてください。僕にも教えてください。固定とコメントの方で、えー、シェアしたいと思いますんで、えー、じゃんじゃんコメントしていってください。 はいそれではご視聴大変ありがとうございました、えー、次回もね、えー、なかなか面白いストーリーが出てきますんで、えー、ぜひ期待していてくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー